けど。はい、皆さんどうも、みつ太郎です。ヨッシーストーリー実況プレイ始めていきたいなと思います。超懐かしいヨッシーストーリーです。やったことはありますが、もう内容はほとんど覚えておりません。バイブレーションした、マジで。あ、なるほど、こ十字キーじゃないのか。ここね、スティックね、お話しもう。ポチと宝探し。今日のラッキーフルーツなんだったっけ。何するんだっけ。ピンポン、バナナ。あれか、なんだっけ、失敗するとさ、お、待って、これ周りのあれだよね、フラワーじゃなくてあれ集めるんだよね。ん、あ、なんか匂い嗅いでるな。卵。あ、なるほど、右スティックね。今日のラッキーフルーツ食べるとニコニコ8ポイント。はいはい、今後のためにします。スーパーニコニコになった平行の近くでヒップドロップ。おう、ほい。引いて離すね。OK。ん？上に投げるときはどうするんだ？あとバイブレーションがいちいちうるさい。設定とかってあるのかな、これ。割り当てじゃなくて、振動の設定が消したいんだけど、まあ、いっか。あ、なるほどね。右で引いて、左で角度調整。OK、わかった。はい、いろんな情報がこの画面見てる。例えばラッキーフルーツ、例えば好きなフルーツ、例えばスペシャルハート、時々思い出せばいい。思い出せばいい。わかりました。した。あたで。閉じるのどうするん？あれなんだっけ？1って。おひねワープちゃん、コースに4人います。見つけたら必ず起こしてください。他のワープちゃんが目を覚ましたら上に乗ってジャンプしよう。1人目までワープ。ヨシがダウンしても、数字の大きいワープちゃんのいる場所から始められてとても便利。はいはい。僕、ワープちゃん、これからあなたのお手伝い。他の仲間を起こしたら上に乗ってジャンプ。すげえ、全然覚えていない。さっきのさ、お、待って待って、さっきの、匂い嗅ぎながらってどうだったっけ。あ、なるほど、ここでもできる。待って、卵がなくなった。ん、こっちはメリ開いちゃうのか。ヨッシーのダッシュがすげえ面白い。卵を回収しましょう。あ、 A ジャンプか。ほい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 。説明書 ZL。あ、時間かかりそうなやつ。ね、待て、これネットとかつなぐ感じのやつだ。ちょっとめんどくさそうなやつだった。消します。はい、すいませんでした。これは関係ないんだよね。ん？あの匂い嗅ぐやつはね、なんかあったはずなんだよね。あ、これか。ん？って言ってるところはさ、なんかあるんじゃなかったっけ。気のせいだっけ。おい、こいつ倒産だ。ただの意地悪。クルリンハーでひっくり返して通り抜けてしまえ。はい、クルリンハー。おお、
あ、なるほど。倒せるかして、えい、あとバイブレーションちょっと地味に止め、あ、どっちにも来るんだ、へえ。舌を伸ばして食べてみよう、食べず嫌いは損する、ことわざ、はい、ほい。1の1から相当苦労してますね。わあわあわあとか言うんだよね確か。あ、待って、兵法色変わったぜ。あ、なるほど、君そうやってやってくるのか。やっぱ設定変えたい。コントローラー設定、割り当ての変更じゃないよね。バイブレーションのオフは関係ないと思うんだよな。勝手になっちゃうのかな。これ花って何かあったっけ、回復か。じゃあ、はい、でこれは多分戻る用でしょ。メロンタイムアタック、隣の旗ブロックで旗を出します。スタート、タイマーオン。急がないとどんどんメロンが減っていく。ゴールでジゲムがメロンをくれるのです。だそうです。なんかこんなのあったね。ほい、あ、とりあえずそう、まずゴール行けばいいんだな確か。で後から回収できるから、よっしゃー、ブラフー。あと、いつのフルーツ、幸せいっぱい。お、なんだこれは。おお、待って待って。お、音がかっこよくなったのもあるんだけど、下の伸び方がやばくなったね。でってるでってる、あと一つ。一定時間パワーアップみたいな感じかなあれ。あと一個。コースに4人います。見つけたら必ず起こしてください。はい、ぴょん、はい、あれこれでクリアだっけ。コースでフラワー、フルーツ集めるまでか。にゃ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 。スーパー幸せの釣りを探すため旅に出かけて、よし、幸せ見つける不思議な旅。お邪魔なゾウさん乗り越えて、そこを抜け、そこを抜け、ヨッシーがと名犬ポジモンを手伝い、え、楽勝楽勝、ヨッシーの旅、この調子この調子でスーパー幸せの釣りを取り戻す。ポチ出る前に終わっちゃった。少しだけ幸せになった。ポチ、そうか、ポチと宝探しなのにポチが出る前に終わっちゃった。だって1コース4人いるって言ってたもんね、あれがね。なんかさ、4まであったよね。2ページ、いけない？じゃあから行くか。ああ、 HP が低い。びっくりした、もう死ぬとこだったでしょあれ。ああ、よしよし、あ、食べれば HP が低いね。骨骨竜、この辺りに住んでます。とてもとても凶暴、ヒップドロップにも弱い。お、いいこと聞きましたね。あん、おい、あー、メロンちゃん、フルーツを食べても回復します。あ、骨骨竜ね。おー、なんかそうだな、こんな感じで、うわっ、オッケーオッケー。
なんかさ、他のクロヨッシーとかもいた気がするんだよね。黒と白がどっかにいるんだよ。おい。まあ、とりあえず滑った、すごい滑った、すごい滑った。なんかすっごい急で滑ってった。あー、ヨッシーが通られていった。これ使えなくなるんだよね、確か。まあ、よくこれは奇数だっていう話よね。すまない。なんであんな滑ったんだ。なんかここで超滑ったんだよな。これ食べたから前に進んだな。あ、ポチだ。ここで確かヒップトロップだな。オッケー。あれなに？あれ、ポチ消えた？ポチ消えた。待って、あの、大変なことがあるんだ。次食らったら死ぬだろう。スティック操作が意外と難しい。なんだあの、うわ、操作が意外と難しい。よしが少なくなっていく。ちょっと一旦戻ってさ、卵取りに行こう。あと回復だね。こいつら食べて回復しましょう。ではね、なんかここにありそうな感じがした。あー、なんかそうだったな。あ、なんか出たぞ。上に行けるらしいぞ。あ、ちょちょちょ、ここだけかな。で、ここにあったのか。これがあると、お、消えちゃった。これクッパのあれだよね、声だよね。あ、そうだよね、なんかこれで割れるような気がしたよ。なんとなくそこそこ覚えてるもんですね。ほい、あ、全部取ると、あ、ダメだった。あとマイクがこのバイブレーションの音をどれぐらい拾ってるかっていうのがちょっと問題ですね。あとは気にならない程度にはなってると思うんだけど、どうだろうな。で、こいつが2番ね。うふぅ、待て待て待て。よし、壺あります。この近くにあります。こんな、そんなに遠くではない。すぐ横でもない。ああ、ただあの白いとこだ。ジュゲム倒せますかね。ん、すごいホーミングしてきた。ここだろ、壺。ああ、間違えた。操作がおぼつかない。この近くに壺あります。落ちそう。ん、あ、ここらしいです。
違う。すごい気になるな。ちょっと探しに行こう。あぶねあぶね。落ちる落ちる。ん？ん？やっぱここじゃないか。あ、違う。すごいあります。あとどこだ？ここか？あ、これ割れないやつか。なるほどね。あとどこだよ。DS のダウンロードが終了した。はい。これだって落ちたら死ぬよね。そんなに遠くではない。すぐ横でもない。すご。そんなに遠くない。ほら違う。なんでお前尖ってるやつ。ん？跳ね返ってきた。コインは何だろう。あ、壺ありますって、そういうことだ。壺あります。普通に置いてありましたね。隠しじゃなかったね。こういう白いところに基本あったりする。気のせいでした。主体決定。でも白ってここじゃなかったっけな。気のせいだっけな。はい、まあ、とりあえず白っていうのでもなんかだった気がするな。なんか洞窟の下かなんかにいた気がするんだよな。まあ、いつでもクリアはできるんだけど、このキュッキュ言ってるのは何なんだろうな。ガルーって言ってます。しっかり壊していきましょう。クラリン、ほら足は壊すとかないと戻れないから、よいしょ。あれ気になるな。あぶね、お前踏めたのか。あってーなー。スイッチを踏むと何かが起こるもの。さあドキドキワクワクドキドキ。これだけかな。これ多分上に戻るやつだから多分関係ないよね。で右行けって言われている。なるほど、ここに出てきました。はっはっ。ん、ああなるほどね。多分これはメロン取るようだ。あ、終わっちまう。左行け右行け。多分これ一番上で一番右に行く。ほいー、スイカだね。あわ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 。参加なんだ。メロンだ。メロン箱運び。ここでヒップドロップ。なるべくたくさん担いでバランスを取っていこう。ここでヒップドロップ。
あ、こっか。あ、わかったわかった。思い出した思い出した。せーい。ほっ。ほっ。シェー。行っちゃえばよかったぜ。ボーナスゲームでしたね、これは。どこだ、ここ。なんか怪しいところ。近く。あー、メロンか。終わっちゃうね。お、なんだこの花。秘密の卵見つけたら運んでいこう。他の種類少しだけ。すごい、白と黒、ほらやっぱりいるんだよ。卵、自分が卵になってる。白がいるはずなんだよな。あー、なるほどね。上に行く？でも多分これあれだよね、また戻っちゃうやつだと思うんだよね。戻っちゃうやつだ。あ、違う、は、あれがある。これでよかったってこと？はい、違うな、普通の壺や。運んでいこうっつってね。なんかボス臭い感じの。これ体力回復でしょ。ほっ。なるほどね。待って待って、無敵時間があったのね。で、上行ってちゃんと回復をすれば、とりあえずヒップドロップで負けることはないから。ただ操作がおぼつかない。あと、どこに当たり判定があるのか。ドゥドゥドゥ。よいしょー。わーい、三つ首のドラゴンが倒したぞ。あれ、これ何個もあるのか、あれ。ってことだよね。ドゥ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 。でも白い卵は見つけられんかった。どこだっけな、覚えてないぜ。さっきのあのハテナので卵で上に行くやつがそうっぽいんだよね。あ、ここに出たのか。まだ下だっけ。あそこか、これの下。うわ、上から回ってこなきゃいけないやつだ。おい、これミスってメロン食べちゃいそうだね。ん、メロンとメロンか。上から回ってくるー。はっ。あ、これはあれか、さっきの卵になるやつ。よし、こっからいけないかな。ダメだ、あそこ。これさ、卵の反射でいけん。あ、ダメか。あ、そうか、直れるのか。オッケーオッケー、分かった分かった。
なるほど、今みたいなこともできると。あ、黒発見、やっと。じゃあもうこれでクリアしていいんだよね。多分ゴールっていう概念はないはずだから、ピーン。黒だったか。黒確か強いんだよ。ヒップドロップとかになんか効果がつくんだって。なんかいろんな効果があるんだよね。タタタタタタ、あ、ハートを集めるとポイントが高いのか。あー、だいぶ減ったね。出てるー。幸せの旅を続けるうちにヨッシーたちは薄暗いホラー穴に迷い込んでしまったみたい。キャーラーラーラ、そこは骨骨竜が住むとっても怖いホラー穴でした。ここにいたら食べられちゃう。竜のごちそうにはなりたくない。ヨッシーたちはいる力からホラー穴から逃げ出しました。まだ少し幸せになった。